My most requested live ask anything chat をご覧の皆様、こんばんは、瀬中奈です。私の新曲 Undisputed Featuring プーベをまだ聞いてない方はぜひ聞いてみてください。ロミオ、そして I Heart Radio、 今日は本当にお招きいただきありがとうございます。ダラスのコンスタンスさんより、瀬中奈を日本語でネイティブに近いアクセントで発音するには、そうですね、瀬名かなになります。瀬名かなになります。ぜひ覚えてください。はい、ノーフォークのマリリンさんより、はい、生まれと育ちはどこですか。そうですね、東京生まれ東京育ちになります。はい、トロントのジョニーさんよりです。はい、どうやってプーベアと、仲良くなったんですか。そうですね、最初は知人の紹介だったんですけど、その後プーさんとこうお話しするようになって、私もともとプーさんが作られる曲ってすごい好きだったので、そういう話をしてて、で後々その音楽を通して世界をこうなんだろうな、より良い平和に近づけていきたいねみたいな話をしてたんですよ。なんか子供たちがみんなが笑顔にあふれるような世界にしていきたいねってプーさんと話していて、そこの部分ですごい話があったので、曲を作ってくれるようになりました。はい、次に、ロングアイランドのリンディアさんより、今は瀬中奈はアメリカに住まれているんですか。あ、今は結構行ったり来たりしてます。日本とアメリカが大体半々ぐらいですかね。でちょっとこう飛行機の移動が多いので、できたらこう長めにこっち長めにこっちってやりたいんですけど、まあ結構行ったり来たりになってます。はい、はい、それでは次の質問は、はい、バーミンガムのテアさんより、はい、ご兄弟は背中にはいますか。兄弟はいないんですね。いたらよかったなって思う部分もあるんですけど、いないです。はい、ニューヨークのスザンヌさんより、はい、背中が部屋に入るたびにテーマソングがもしも流れるとしたら、それはどんな曲ですか。そうですね、テーマソングが流れるとしたらどんな曲か、結構明るめの曲が好きなので、でもちっちゃい時のこと考えると、ドレミの歌とかですかね。はい、ドレミの歌ですね。はい、はい、ありがとうございます。クイーンズのゲイルさんより、はい、音楽活動を始めた頃のことを少し教えてください。はい、歌うために家から遠く離れた場所まで通ったりしていましたか。そうですね、音楽を始めたのは、本格的に始めたのはだいたい中学生の時なんですけど、その時は結構近くで習ってたんですが、大学がちょっと家から離れてるところだったので、その時は結構電車で移動したりしてまして、いろいろなこの何ですかね、レッスンがありまして、それが結構全部離れてたので電車結構詳しくなりましたね。はい、続いてシンシアナの、はい、ジェシカさんよりご質問です。はい、空いた時間は、普段背中のどういう風に過ごされていますか。そうですね、結構映画見ることが多いですね。最近このスマートフォンの方で Amazon プライムだったり Netflix だったり、好きな映画やこのテレビドラマシリーズを見ることができるので、結構移動の時間も見たりするし、あとは夜帰ってきて疲れたなと思ってお風呂入った後に自分へのご褒美みたいな感じで見てることが多いかなと思います。あとはやっぱり漫画読むのも結構すごい好きなので、漫画も読んでますね。漫画は結構夜寝る前、結構これ本当良くないんですけど、寝る前にこう読むと結構自分は落ち着くので読んでます。でもうっかりこう何ですかね、何巻もあるやつとかやってると続き気になっちゃって寝れなくなっちゃうんですけど、でも結構読むと落ち着くので読んでます。はい、バッファローの、ハンナさんより、はい、次の質問です。ご自分の好きな部分はどこですか。そうですね、結構ちっちゃい時からこうなりたい自分っていうのが結構あって、その何ですかね、夢がずっとちっちゃい時から大きかったんですよ。こういう風になりたいとか、こういう風に世界で活動して、でその後世界をこう平和にしていきたいみたいな思いがあったので、それに向かってこう常にこう夢を持ってて、それに向かってる感じが好きかなとは思います。はい、ありがとうございます。次にハンティントンの、はい、ベルさんより、はい、質問です。はい、ぜひ背中のスキンケアのルーティーンを教えてください。スキンケアですね、結構ちゃんとやってるかどうかって言われたら怪しいところなんですけど、もともとなんか肌がちょっと弱くて
ニキビがこう結構できるようになってしまったので、それで皮膚科の方に行くようになって、皮膚科の方で化粧水と乳液をこう処方していただいて、それをこう毎日言われたようにちゃんとやってるとニキビは治ったので、それは良かったかなと思ってます。やっぱり言われたことはちゃんとやった方がいいなと思います。はいはい、続いてウォーウィックのギャビーさんよりご質問です。はい、まだ行ったことのない場所で、背中は世界のどこに、行ってみたいですか？そうですね。父が昔行ったことがあるって言ってたニース地方の方にまず行ってみたいなって思ってます。なんかすごい綺麗だったって言っていたので、本当にいつか行ってみたいってちっちゃい時から思っていて、この自分の夢がこう少しずつでも実現していったら、いつかこのチームのメンバーでね、行けたらいいなって思ってます。あとはこう、アメリカの中でも、ニューヨークとかロサンゼルスにはよく行くんですけど、アメリカ本当に広いので、行けてない場所いっぱいあるので、行ってみたいなっていう場所たくさんあります。グランドキャニオンだったりとか、あとそうですね、フロリダのディズニーランドにも行ってみたいですし、あとちょっとこう、ハワイとかも実は行ったことがないので、そのあたりも行ってみたいかなと思います。改めて私の Ask Anything Chat with Romeo と Most Requested Live をご覧いただき本当にありがとうございます。私の新曲 Undisputed Featuring Pooh Bear もぜひチェックしてください。今日は本当にありがとうございます。 Thank you!